新、朝日の艦隊とは、荒牧義雄原作の架空戦記小説であり、朝日の艦隊、紺碧の艦隊の続編にあたる作品である。後世第三次世界大戦を、欧州方面の戦闘を中心に、海中戦艦として生まれ変わった日本穂高の活躍を描く。1997年に執筆を開始し2000年に、同じ続編である、新、紺碧の艦隊と共に完結した。 関数は18巻。文庫版は2006年12月から中古文庫として発売された。コミック版は原作版設定監修に協力した飯島祐介によって描かれており、2003年には日本オタク大賞の審査員賞である岡田特別賞を受賞している。こちらはコミックオリジナルのストーリーも組み込まれたこともあり22巻で完結した。 続編とは歌っているものの、これまでとは正反対とも言える作風、戦記物とは思えないほどコメディ要素の多いストーリー展開であった。2009年未完で終わっていた新・根キの艦隊コミック版を保管した新・朝日の艦隊スサノオの始頭編発売された。これにより、根キ極実の艦隊シリーズはすべて完結した。 コンペキの艦隊を参照大日本合衆国アメリカ、合衆国新生欧州帝国その他にも、機体形状不明ながら、アップルパイ六発超重爆が存在することが、原作に記述されている。朝日の艦隊に登場するヨッヘンバッハとは別人。モートラとモーコの失敗は、国産装備にこだわったことだけでなく、輸出することで量産効果が上がり、調達価格の低減につながる。 第三国への武器輸出を、後世日本が禁じていたためでもある。開発経緯は、タイヤマト級戦艦として計画された前世、モンタナ級と同一。コミック版にのみ登場する国家。ハンガリーとルーマニアに挟まれた、立憲君主制、人口5万の小国で、レアメタルを多く産出する。ありがとうございます。